西村京太郎、1930年9月6日帯は、日本の小説家、推理作家。トラベルミステリーの第一人者で、十津川警部の生みの親として知られている。既婚、東京府江原郡江原町生まれ。国民学校卒業後、東京府立電気工業学校に進むが中退し、東京陸軍幼年学校に挑戦。 100倍の競争率を突破して入学するが、在学中の15歳で終戦を迎えたため、工業学校へ復学し、卒業後、臨時人事委員会に就職する。11年勤務後に退職し、トラック運転手、保険外交員、私立探偵、警備員などを経て、作家生活に入る。初期は、社会派推理小説を書いていた。時期に、スパイ小説、クローズドサークル。 パロディ小説、時代小説など多彩な作品群を発表する。中でも、海難事故もの、誘拐者が多かった。日本中にトラベルミステリーというジャンルを示すきっかけとなったヒット作、寝台特急殺人事件から全面的にトラベルミステリーに移行する。西村が考えた、鉄道などを使ったトリックやアリバイ工作は、そのリアリティが功を奏し根強い人気がある。 シリーズキャラクターである、戸塚和警部や、左文字新などを生み出し、その作品の多くが、テレビドラマ化されている。年6度の取材旅行で12社分の小説を書くという、執筆スタイルを続け、オリジナル著作は2019年3月時点で619冊。本人によれば最高年収は7億円だという。その後も、新刊の刊行は続いており、 累計発行部数は2億部を超える。本人は東京スカイツリーの全高を超える冊数までは書きたい。できるかどうかはわからないが、と語っている。西村京太郎というペンネームの由来は、人事院時代の友人の名字と、京太郎は東京出身の長男という意味から。以前は江戸川乱歩賞などに応募する際、黒川俊介や西崎康史というペンネームも、 使用していた。西崎康氏名義で応募した宇宙艇307が早川書房の SF コンテスト第3回で努力賞として入賞している。原稿を執筆する際、ワープロ等は使わずすべて手書きで月に平均で400枚ほど執筆している。なお、生原稿が西村京太郎記念館に展示されている。府立工業学校を中退してまで、 陸軍幼年学校に挑戦したのは、兵役をこなして二等兵でこき使われるよりは、エリート軍人になって、楽をしようと考えたため。実際に食事は良かったが、規律も訓練も厳しかったという。入学の5ヶ月後には日本は降伏し、戦争は終わった。臨時人事委員会在職中の19歳の時に、職場の同僚たちが発行していた、導入し パピルスに参加。担当は、製本が主だったが、短編、2の誘惑を一度だけ書き、これが小説家、西村としての原点だろうかと述べている。1975年頃、長編の時代小説、無名券、走るを徳島新聞に連載している。長編の時代小説としては、唯一である。鉄道ミステリーが大ヒットしたことで、出版社からは、 鉄道ミステリーの依頼ばかりが舞い込むようになり、他のジャンルの作品を書く余裕がなくなってしまったと語っている。本人は、江戸時代を扱った時代小説を書きたいと長年希望しているが、どの出版社に話を持ちかけてもいいですね。でも、それは他の社でと言われ、断られてしまうという。山村美佐とは、家族ぐるみの交流があった。 新進の作家だった西村に山村がファンレターを送ったことで交流が始まり、西村が京都に住んでいた頃、山村と共同で大きな旅館を買い取り、両宅が鍵付きの渡り、廊下でつながっていた。山村の救世後、未完だった有原の成平殺人事件と、辰野武者行列殺人事件の2作品は西村が、脱稿を引き受けている。また、 山村の長女で女優の山村紅葉は、戸塚川警部シリーズなど、西村原作のドラマに多く出演している。1974年頃、肝臓障害で、療養生活を送る。1987年、人血石で緊急入院する。1996年1月、脳梗塞で倒れ入院する。その時集まった編集者にペンを持たされ、 何か書いてくれと言われ、手が動くかどうか確認させられたという。また、これを機に、湯河原町へ転居している。現在は、左半身の一部が不自由。過去7度の転居を経ている。1945年、空襲により被災し、調布市に転居。1968年、渋谷区旗ヶ谷に転居。1970年、渋谷区本町に転居。 1980年、京都市中京区に転居。1982年、京都市伏見区に転居。1986年、京都市東山区に転居。1996年、前述の療養を機に、神奈川県湯河原町に転居している。京都在住時に1988年式ロールスロイスシルバースピリットを所有していた。ただし、 西村自身は運転免許を持っていない。現在、自動車ジャーナリスト福野霊一郎が所有しており、彼による徹底したレストアが施されている。趣味として、将棋を挙げている。将棋名人戦や将棋電王戦の観戦記を担当したこともある。将棋騎士が登場する推理小説も発表している。西村京太郎記念館主なドラマシリーズとしては、以下のものがある。 詳細は各ページを参照。太字は2019年現在放送中のもの。西村京太郎を演じた俳優。ありがとうございます。